通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界人ニュースの時間です。さあ本日はですね、 Amazon プライムからの話題です。この Amazon プライムなんですが、なんと今回ですねレイオフというのが発表になりました。そしてねこれを各社報道しているんですが、やっぱりあの作品が原因じゃないかというように言われているようなんですね。本日はこちらの話題を見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな G ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらですね、見えておりますがこれですよ、まさにね。今回ですね、Amazon プライムビデオと Amazon スタジオにおいて数百人規模のレイオフが発表されました。 Amazon 自体はですねこれまでも本当にね大規模なレイオフというのを実施しているんですが、今回はですねスタジオからのレイオフということで、やっぱりねあの作品が原因じゃないかと言われているんですね。プライムビデオ Amazon スタジオのレイオフは700に影響、マイク・ホップキンスがスタッフに伝えるということで、早速ですがこちらですね、 Several ってあります。こちらが本日のキーワードになります。 Several 正確ではないが、 Many よりは少ない数ということでね、こちらの Several というのはいくつかという意味になるんですが、かなりね大まかな数を示しているんですね。でこういった英語というのはたくさんありまして、例えば A few とかね、 Many とか、それこそそうですが、序列的にはね A few、 Several、 Many というような感じ。日本語でもはっきりと数はわからないけど、多少って言いたい時に 2,3 個って言いますよね。あれが A few です。メニューは皆さんも知ってると思いますが、たくさんですよね。その間にあるのがこれで、つまりそこまで多くはないけど3以上はあるかな、そのくらいのニュアンスの単語ということですね。でこちらの場合はね、後ろに100とあります。この場合は数百というように訳します。でこれがね1000であれば数千ですね、ミリオンであれば数百万ということで、こちらはプライムビデオ Amazon スタジオのレイオフは数百人に影響、マイク・ホップキンスがスタッフに伝える。シニアバイスプレジデントのマイク・ホップキンス氏は、こちらね SVP とありますね、シニアバイスプレジデントと。役職についてはね以前も勉強しました、これですね。シニアバイスプレジデントのマイク・ホップキンス氏の今朝の社内メモによると、プライムビデオとアマゾンスタジオでは数百人規模の従業員が解雇される予定だという。アマゾンがデッドラインに提供したホップキンス氏のメモには、こちらですねデッドラインの記事になりますので、これね一時ソースになります。同社の全部門にわたる事業運営の見直しについて言及されている。その結果、特定の分野への投資を削減または中止する一方で、最もインパクトのあるコンテンツや製品イニシアチブへの投資を増やし、集中する機会を特定したと彼は書いている。アマゾンの85億ドルによる MGM の買収は2022年に完了した。親会社は1年前に約2万5000人の従業員を解雇。アマゾンスタジオとプライムビデオは昨年春に約7000人の従業員のうち100人を解雇した。去年の時点でスタジオはね100人は解雇しているということですね。運営面ではプライムビデオはスポーツ中継で躍進。昨年は NFL の長期独占契約を開始し、2年目のシーズンには視聴者数が 24% 増加した。このテレビ放送には多額の広告費が投じられるが、プライムビデオは今月から広告をより広範囲に展開し、初めて台本付きの番組にも広告が登場する。広告を避けたい加入者は通常のプライム加入料に加えて月3ドルを支払う必要があるね。これアマプレ料金プラス3ドルだとそこそこの値段になりますよね。そしてですね、ここがやっぱりね問題じゃないかと言われているんですね。 Amazon スタジオはエディ・マーフィー主演のキャンディ・ケイン・レインのような幅広い訴求力を持つ作品をリリースし、ベン・アフレック監督のエアーでは劇場公開を確約した。シリーズものではリーチャーやザ・ボーイズなどのヒット作がある一方ね、ザ・ボーイズ最高ですよね。ザ・ボーイズなどのヒット作がある一方、ロード・オブ・ザ・リングやシタデルのような超大作は地味な結果に終わっている。広告付きで無料配信をするフリービーは昨年ジュリー・デューティーでブレイクし、他にもオリジナル作品を多数抱えている。そのねアマゾンフリービーというのがこちらで、アマゾンが所有する広告モデルによるビデオストリーミングサービスである。2019年1月に IMDB フリービーとして開始された。現在はアメリカとイギリスでのみサービス提供されている。サブスク必要なし、無料で配信されていて途中で広告が入ると、まあ、つまり YouTube みたいな感じですよね。こちらがね好調だということなんですね。でね、先ほども出ましたがこちらリングオブパワーですよ。やっぱりねこれがヤバかったんじゃないかというように言われておりまして、こちらねバラエティで一応ね文中ではこのねリングオブパワーが原因だという話はしていないんですが、やっぱりねこのトップの画像はリングオブパワーと、まあね、こちらの記事に至っては言っちゃってますからね。ロードオブザリングザリングスオブパワーの第1シーズンの参上を受け、プライムビデオは大幅なレイオフを発表。でなんでねこんなことを言われてしまうのかというとね、これですよ。シーズン1視聴者の半数以上が最後まで見る気になれなかったとの報道にもかかわらず、アマゾンは10億ドルのシリーズリングスオブパワーに強気の姿勢を崩さない。アマゾンが10億ドルを投じて制作したロードオブザリングシリーズは視聴者の反感を買っているようだ。ということでですね、このシリーズなんと10億ドルが投入されているんです。これは史上最大規模ですね。10億円じゃないですよ、
10億ドルですよ。現在のレートで1450億円だそうです。やばいでしょ。マーベルズが4本ぐらい作れる予算ですね。これだけの巨額な予算を投入し、大失敗に終わってしまったというわけなんですね。ハリウッドレポーター誌が月曜日に報じたところによると、アメリカでこの番組を視聴した人のうち、シリーズを完走したのはわずか 37% だった。海外での成績はこれよりも良くなり、アメリカ国外の視聴者の 45% がシリーズ全体を視聴しました。そしてですね、こちらなんか久々の気がしますが、ロッテントマトですね、こういう風になっていると。これね、ストリーミングなんでこれしかありませんが、まあこのシリーズはですね、非常に多様性に振り切った作品と言われておりまして、このね数字にも表れてますよね。批評価は 83%、 オーディエンスはこれ真逆ですね、 38%、 完走率が 37% と言われていますので、もしかしたらねこの数字って比例するんでしょうか、完走率と。まあとにかくですね、オーディエンスからは非常に評判が悪いと。こちらね、フォーブスでも散々なことになっておりまして、リンゴパワーは大失敗で、ほとんどの視聴者が視聴を諦めた。リンゴパワーの全視聴者の3分の2弱がフィナーレ前に視聴をやめている。この茶番劇の余波を受けて、私たちが自問しなければならないことはもう一つある。なぜこのリンゴパワーは信じられないほどひどかったのか。この番組を見始めた人々の大多数は視聴をやめてしまった。もちろんある程度の減少は予想される。ファンタジーやトールキンにそれほど興味のないカジュアルな視聴者は 1,2 話なら引き込まれるかもしれない。しかし優れた番組はたとえファンタジーであっても時間の経過とともに視聴者が増えていく。まあそりゃそうですよね。ゲームオブスローンズシーズン1のフィナーレでは初回よりも多くの人が視聴した。これこそが成功の姿だ。リンゴパワーは AI によって書かれたという説があった。そうであればストーリーがとても奇妙で、文章やセリフが偽物に思えた理由も説明がつくだろう。そしてね、これがすごいんですよ。これね、去年の4月に書かれた記事です。完走率 37% というのは信じられないほど悪く、アマゾンとその株主にとっては最悪のニュースだ。アマゾンスタジオとショーランナーたちがこれまでにやってきたことの全てを見事に否定するものであり、全社的な大改革につながるはずだ。私がジェフ・ベゾスなら憤慨するだろう。首が飛ぶだろう。ということでですね、このフォーブスが昨年の4月に言っていたことが本当に起こったかのようになっておりまして、各社がですねこのリンゴパワーとの結びつきを匂わせるというのはかなりねリーズナブルであるというのがわかるんじゃないかなと思います。その後もね、この制作陣はね本当に良くないムーブをするんですよね。リンゴパワーのキャスト、有色人種のキャストたちが直面する人種差別を非難。我々はそれを無視することも容認することも拒否します。ということでですね、この作品はショーランナーや演者に至るまでみんながねこの失敗というのを人種差別に結びつけるというムーブをしてしまいまして、非常に後味の悪い作品となってしまったわけですね。そしてこちらがですね、公式からの人種差別反対という声明ですね。こういったのね、なんかマクドナルドでも見たような気がしますが、公式がねこういうのを出してるんですね。そうするとね、当然こうなるわけですよ。なぜワカンダは黒人だらけなんですか。私は黒人男性ですが、物語の設定にこだわる必要があると言っているんです。トム・ホランドが次のブラックパンサーになったら怒るくせに、なぜこのキャスティングが OK になるのかがわからない。番組内に黒人が登場するのが気に入らないなら、単に見なければいいし、見ないと宣言さえしなければいい。でも人種差別主義者のあなたたちにはそれができないでしょう。あなたたちはヘイトを撒き散らし、それを台無しにしているんです、というような形でですね、このように戦争が始まってしまうわけですね。これエンタメ番組の公式のスレッドですからね。というようにですね、まあ公式は公式で非常にね良くないムーブというのをしてしまい、ほとんどの人が見るのをやめてしまっているわけですね。はい、ということで本日はですね、アマゾンプライムとアマゾンスタジオが数百人規模のレイオフを発表、やはりその裏にはリンゴパワーの影響があるんじゃないかと言われているという話題を見てまいりました。さあいかがでしたか。なんとこのリンゴパワーシーズン2が放映されるんですね。最初から計画されていたものかもしれませんが、すでにですね撮影というのは終わっておりまして、現在ポストプロダクション中ということで、シーズン1を見ていないのにシーズン2大丈夫なんでしょうか。実際ですね、配信がスタートしましたらまたね続をお伝えしたいと思っております。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、チャンネル登録高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。